はい、ということでどうもこんにちは、コウジです。ということでね、ちょっと早速やっていきたいと思います。ちょっと蚊に刺されてね、すんごい痒いんですよ。はい、今日はですね、言葉によるね、破壊と再生っていうね、お話を展開していきたいなというふうに思っております。で、ちょっとその前にですね、8月の4日にですね、東京渋谷道玄坂の方でですね、講演会の方予定しておりますんで、もしよろしければですね、なかなかね、東京で講演会するって機会もね、ないのでね、気になった方はですね、概要欄の方ね、見て申し込んでいただければなというふうに思っております。はい、で、先日ですね、告知したテレビ東京の方でですね、昼飯旅っていうね、テレビにちょっと出演させていただいたんですけども、その見逃し配信がですね、今日からスタートしてるということで、 TVer というね、アプリを取って無料でね、配信が見れるっていうことなんで、もしね、それもなんか、あ、見てみたいなっていう人がいましたらですね、ぜひ見てみてくださいと。ということでね、今日は言葉による破壊と再生っていうことなんですけども、ですね、結構これ本当になんか別に言霊学が大事だってことを言いたいわけではなくて、そのね、最終的に言霊学に絶対に関わってくるっていうものなんですよ。で、その古事記にはですね、近白首里殺さむってイザナミがですね、高天原に住んでる日本のね、人を殺すんだみたいなね、ことの表現があるんですけども、これっていうのはですね、実際の人間をですね、殺していくっていうことではなくて、これは心の学問の方ですから、近白を首に殺さむっていうのは日本語の原理をですね、破壊していくよということをね、言ってるわけです。客観の世界にとらわれていくと、要するに心を射精していくっていうことによってね、で、心を射精するということで、その物の方のばっかりにですね、比重を置いてしまって、そこからですね、心をこう捨て去ってるわけですから、その破壊行為がね、起きていくんですよっていうことなんですよ。で、例えばどういうことかっていうと、例えばこの大根がね、こっちは大きくてこっちはちっちゃいなぁと、なんでこれはちっちゃいんだっていう、このなぜだっていう、なぜこうなったのかっていうことのね、言葉を挟み込んでいくと、そこに分析というね、ものが生じていくんですけども、分析というのはですね、分けて考えるということになります。分けるということは聞こえがいいですけども、これはね、要するに分断というふうに言ってもいいし、善と悪に分けたとかね、右と左に分けたっていうような形でですね、どうしてもこの2つに分かれたものをですね、1つにするっていう力がないわけですね。分析には2つに分けないと分からないっていう、分けたから分かるっていうね。だからこれも日本語によってね、担保された言葉なんですけども、分けることによって分かるっていうね、そういうことによってその破壊の分析をしていくっていうことなんですけども、その分断っていうものはですね、要するに何かっていうと、物と心でですね、まずそこで分かれてしまうってことなんです。法則的にその2つのものに分けるってことは何かっていうと、人間でいうと精神と物質に分けて考えた。で、この精神の方を見ないで物質の方を見た。で、この物質の方を見て、その物質もどうなってんのかっていうふうに分析していくと、それも分断して分かれてですね、どんどんくっつかないでいっちゃうっていうね、そのどんどんこう分裂が起きていくっていうようなね、ことになるわけですよ。だから、その心を射精するっていうことはですね、心のね、考慮というものがですね、そこに挟み込まないんで、例えばその僕なんかで言った YouTube のね、動画の再生数とかね、で、こういうのって例えば心を射精して言うならばですね、どうしたら再生回数が上がるのかって言ったら、これはもう単純にタイトルをですね、強烈なタイトルを入れれば多少上がるんですよ。だから、そのタイトルをですね、強烈なタイトルをね、入れて例えばそれをこう動画アップしたとしてもですね、それは心を取り入れてのものではなくてですね、こういうふうにやったら数字が取れるんだっていうことだけにのっとってタイトルを書いてるわけですね。で、その時点でですね、じゃあどっからその言葉は出てくるのか、そういう考えということは言葉ですから、こういうね、タイトルをつけようっていうことはですね、それは言葉にしてるのは自分ですから、それはですね、どこの次元から出てくるのかっていうと、その毎度お話ししている「う」と「お」というね、人間の欲望またはですね、科学的経験値っていうところから出てきた言葉なんですよ。で、それは何でかっていうと、そのタイトルをつけることによって再生回数が上がる。で、その動画の再生回数が上がることによって自分の収益が上がるっていうことを考えて動画のタイトルを打ってるわけですね。だから、それは
どこの次元から出てきたのかっていうと、その人間の欲望のところから出てきた、あの分析によってこれこれこういうふうにやったら優秀だって言って出てきた言葉なんですよ。でこの物事が破壊していく言葉がですね、なんで危険なのか、僕らはですね今この時代にはこの原理の法則をですね知っていく、自覚をしていく必要性があると。その言葉がですね単に物に対してだったらまだいいんですけども、そこの物と言ってもですね周りには人間が関わってます。なので結果的にその言葉が人間の方に向いてくるとですね争いになっちゃうんですよ。ここ最近の話で言うとね、手越さんっていうね元ジャニーズの人がですね、ライジンという格闘技のイベントでね国家独唱みたいなことを予定してたんですけども、それがですね試合前だったっていうことがあって、その試合のですね当事者同士がですね話し合って、それをですね試合の前にねそれを入れてしまうと自分たちのモチベーションに関わってしまうっていうことで、その国家独唱をですねやめてもらいたいってことをですね、訴えたわけです。でそれをですね協議の結果ね話し合った結果ですね、手越さんという方がですね降りて辞退して、そういう方向性になったわけです。でもこれに対してまたですね今度第三者の人たちがですねどっちが正しくてどっちが間違ってるってことをですね SNS 上で繰り広げてるっていう、こういう構造になってるんですね。これはですねその言霊学というものの視点から見るとですね、単純にこの格闘家の2人はですね手越さんに向かって手越さんが嫌なんだっていうことを言ったわけではなく、そもそもその内容、盛り込んでいる内容の、システムとしてですね自分たちの試合の前にそれが1個挟んでしまうとモチベーションがそのまま、せっかくわーっと上に上がったのにリングにねよし勝つぞって上がったのに、それを挟むことによって自分たちのモチベーションが1回下がってしまうっていうことをですね訴えたわけです。なのでこれはですね別に相手が手越さんであろうと誰であろうと、そういう内容に対して相談があって、こういうのがねあんまりやってほしくないんですけどっていうことを言ったことから始まったわけですね。なんで対象はですね別に手越さんというわけではないんですよ。でもやっぱり手越さんのですねファンの方とかはねそれが面白くなくて、それが見たくてチケットを買ったのにっていうことをこう訴えてるんですけども、それはですね手越さんのことを思ってじゃなくて自分を思ってるんですね。自分が手越さんのその国家独唱を見たくて自分が購入したのに、それがなくなってしまったからふざけるなっていうことになってるんですけども、それもですね自分の欲望の方から出てきたことであって、この問題というのはですね手越さんに向かって言った内容ではない。そもそも国家独唱というものがですねこの歌が気に入らないということでもないわけです。ただ単純に自分たちの試合前にそれが挟んでしまうと自分たちのモチベーションがなくなってしまうっていうことだけなんですよ。でこの中で皆さんがですねどっちが正しいんだってことになっちゃうんですよ、争いとして。でもねこれどっちが正しいとかじゃないんです。善も悪もないし、こっちが正しくてこっちが間違ってるっていうのはその都度その瞬間によって違いますよということをですね骨玉学では説いてます。それはですね単純にね何かっていうと、例えばちっちゃい子供がですねサンタクロースを信じている、サンタクロースがいるというふうに信じている、でもその子に向かってですねサンタクロースっていないよって、真実を言ってるから俺は正しいんだっていうふうになるじゃないですか。でその真実は何かって言ったらサンタクロースなんてものはいないよって、自分たちのお父さんがそういうふうになりきってサンタクロースになってるんだよっていうことを真実を言っちゃう。そしたら自分たちは正しいから自分たちは間違ってないんだっていうふうになるじゃないですか。でもその子供にとってはどうなのかっていうと、それでですね地獄に落ちるんですよ。子供は信じてるのに、サンタクロースは絶対にいるっていうふうに信じてるのにいないよっていう一言はですねその子供を地獄に追いやるんですね。だからそれはその時点でその結果、例えば子供が泣いちゃったんだとしたらですね、その出来事の方を見て悪い出来事が起こった。だからいいとか悪いとかっていうのは自分たちの経験値の方であって、絶対に自分たちが正しいと思ってるのにその現場現象がですねうまくいってなかったらそれは間違ってるんだよってことなんですよ。だからそうじゃなくてその現場で起こった出来事というものが人間のその言葉によって、自分たちがこっちが正しいんだっていうねこの経験値によって起こった出来事によって悪い出来事が起きている。でもそれを丸く収めるということに、また人間っていうのは再生の言葉っていうものがあるわけですね。破壊の言葉もあるけども再生の言葉もある。で今回に限ってはこの再生の言葉っていうか、それを丸く収めた言葉があるんですよ。それがね誰が放ったのかっていうと手越さんなんですよ。
手越さんが自分が降りるということによって2人を立てた。そしてこれで存分にお互いのなんていうな格闘技っていうものの道がねこうできたようにですねこう作ったわけですよ手越さんって。なんですけれどもそれで解決したというふうにですねメディアが発信すればいいものをですね手越さん自体する羽目にみたいなね感じになっちゃった書き込みをしたから、それを見たまた第三者の人たちがですねああだこうだってね、これをその国家そもそもね独唱を否定するということはねこれ反日だっていうふうに言ってる人がいたりですとか、これはその手越さんがかわいそうとかですね、でもそういうですねことではなくてその現場をですね丸く収めたんですよ手越さんは。だからこれはもう素晴らしいっていうことなんです本来は。なんですけどそっから飛び火でいろんな人がそっからですね物申すっていうことでいろんな格闘技の人とかもねちょっとこう有名なこう数を持ってる人がですねそれについてまた言及して、でそこでまた意見が分かれてそれ違うと思うよみたいなね、お前間違ってると思うよみたいなね、で誹謗中傷が各地でこう起こったりってこう連鎖的にいくんですけども、この出来事自体は要するに手越さんがまとめてですね自分が降りるということによってこの場は収まるということをですね手越さん本人が分かってるからそれをやったわけです。だから渋々僕は納得いってませんっていうふうに言ってたらまだこれは解消してないんですけども、手越さんはちゃんとその内容としてねそれで2人にはですねちゃんと試合をねやってほしいっていうことでやってますから収まったんですよ。収まったのにそれをこうぶり返させてるのは何かっていうとその破壊の言葉を自分たちが使っちゃってる、見てる僕らそれをニュースとして見た人たちが自分の言葉によって破壊の言葉を入れてってるっていうことなんですよ。でこれをやっていくとその破壊したっきり自分たちに自覚ないですから再生の言葉がないんですよ。破壊したっきりお前が間違ってるって言ったらその言葉放ったっきりですねごめんなさいとかねそういったこともなくですね自分が間違ってたとかそういうこともなくどん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 ねこう破壊分析されてってるっていうことなんですよ。だからここに僕らは一個自覚を持って気づくだけでですねその手越さんがやったようにこれは自分が引けばうまく成立するんだっていうことがですねこう丸く収まるんだっていうことが分かったように、 SNS 上の例えば意見の相違においてもですね自分が一歩引くってことをねこれ知らないといけないんですよ。でその一歩引いたところからの言葉というのがね再生の言葉だったりするんですね。だから今はみんな破壊の言葉ばっかりですねこうね自己経験知識が強すぎてですね自分が正しいって思ってるんですけども、そうではないんですよと。その自分が正しいっていうふうにね 100% 正しいと思っててもその場がですね丸く収まってないんだったらそれは正しくはないんですよっていうことが結論なんですよ。だからそこをですね見ていく、現象がどうなっているのか、その現象を司っている元の言葉が何なのかっていうところに見ていかないと、実はこの破壊と再生というもののですね言葉の原理原則のですね自覚を得ることがねできないわけですね。でも次の時代はもうこんだけインターネットも開いちゃってもうみんなね国境壁越えてですねもういろんな人がこう言い合える時代、つながれる時代においてですねこの要するに原理原則の自覚がないとこの次の社会ってものすごく生きづらいわけですよ。ですからこの言葉っていうものがすごく大事なんですよっていうことでね、別に言霊がこうやれっていう話ではなくて、そういうね言葉の一つ一つであったり自分の考え方であったりそういったものをですね見つめ直すねきっかけとしてねこういうね動画もまあちょっと参考にしていただければなというふうに思います。まあそういうなんか上から目線でね言ってるように見えるんですけども、僕なんかもねそれはもう全くもってもう皆さんと一緒でですね、僕自身もですねこれ人のこと言えなくてこれは僕自身にもこう言ってる内容ですので、皆さんねこう一緒にこういうね心をですね掴んでね行きましょうということで、本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。